インターナショナルサッカーインフォームです。今回は久保武久選手のプレーを振り返っていきたいと思います。該当の試合は2022年9月19日、リーガーエスパニョーラ第6節、レアルソシエダバーサスエスパニョール。こちらの試合となります。試合結果の方は2対1でレアルソシエダの勝利となっております。久保選手ですが先発で出場し、 後半36分ままでのプレーとなっております。ポジションは左フォワードでしたまず全体的に久保選手この試合後守両面において好プレーを多々見せており献身的な守備から得点につながるアシストと結果も出しました久保選手のアシストシーン良かったですゴールキーパーへのプレスでボールを蹴り出しこれがセルロートのゴールへとつながり結果としてアシストとなりました 泥臭くて素晴らしいプレーでした。久保選手、攻撃面での貢献度が高かったです。高い位置でのドリブル、ボールキープ、パス、どれも高水準で効果的でした。守備面での貢献も素晴らしかったです。力強いプレスで得点にもつながりましたし、ハードワークできていました。試合を通して献身的で強度の高い守備を継続して見せていました。 ビルドアップでの貢献も印象的でした相性の良いシルバー・メンデスとの組み立てが素晴らしかったです今シーズンここまで示してきたチーム連携の良さをこの試合でも何度も感じることができましたシルバー・メリーのメンデスを筆頭としたレベルの高いパスワークに加えチームとしての連携連動が素晴らしかったですいいチームですねこの試合の総括ですがアシストという結果ももちろんですが 高い技術力を生かした高プレーの数々に加え、豊富な運動量による献身的な守備で、チームの勝利に貢献しました。うまい選手が献身的なプレーをするという素晴らしい内容だったと思います。2>, 2試合連続アシストと、良い流れで結果を出しており、プレーのパフォーマンスも1週間前の下手編戦を除けば、継続して好調となっているので、代表戦でのプレーも楽しみとなっております。 それでは以上になります。ご視聴ありがとうございました。